アテナの軍勢が手薄となっていた織田軍の領地に出現。諸葛丹と徳川家康が守る本能寺へと進攻を開始する。だが信長は泰然と構えていた。この動きを予測し、諸葛丹に本能寺の地図を授け、秘策を立てさせていたのである。諸葛丹らが持ちこたえていることを信じつつ、井伊直虎たちは本能寺を救うため急行する。人知は神を上回ることができるのか。まだアテナの姿はない。本体は到着していないということか。間に合ってよかった。信長様が来るまで私たちで本能寺を守りましょう。信長殿ら本体が到着するには時間がかかる。そうなると家康殿と諸葛丹殿は守り抜かねば。信長殿よりいただいたここの地図、それをもとに裏道を使った策を立ててあります。内容は周知徹底させました。指示はこの諸葛公宮にお任せを。敵には腕輪を持つ者もいるようだ。各所を守る皆の奮闘に期待しよう。覚悟。家康様、遅くなってすみません。信長様もこちらに向かっています。お、直虎、力を貸してくれるか。信長殿の到着まで我らで耐え抜こう。家康様のもとに行きたいのに敵が。すみません、どいてください。いや、家康殿は政宗殿に任せておけばよい。それより私たちは敵の指揮官を撃ってしまう。なるほど。そうすれば敵もおとなしくなってくれますね。ネズミのようにちょろちょろと正面から来る勇気もない。腕輪の力、侮れない。共に当たっても勝ち目はなさそう。裏道の策で逃げ回りながら戦うしかないな。めんどくせえ。正々堂々戦いたいところだな。今はこらえよう。大軍部殿、一度お下がりください。芝生で狙う敵の誘引をお願いします。わかった。師匠殿、くれぐれも手は抜かないで。はいはい、それなりには頑張るぜ。ご無礼ながら上敵でございます。諸葛丹殿の指示は緻密で的確。この調子で頼みますぞ。おお、ありがたきお言葉。必ずや家康殿の期待に応えてみせましょう。敵増援部隊が本能寺に接近している。敵の猛攻に備えよう。いちいち言われずとも分かる。五十郎にも劣らぬ口やかましさじゃ。政宗様、何かおっしゃいましたか。芝生殿、抜け道へ急いでください。馬長殿は敵の背後へ回り攻撃を。はいはいっと。なんか生き生きしてるな、諸葛丹のやつ。背中がガラ空きだぞ。馬防騎の槍向けてみよう。あの敵の指揮官ってどこにいるんでしょう。普通なら後方にいると思うが。じゃあ敵陣深くまで切り込まないとですね。いい計画。突破口は足で開くべし。出番ね。耐えられる。ペセウスさん、違う世界の私たちのためにどうしてこんなに一生懸命戦ってくれるんですか。
私にも原因があるからだ。私は利用されるかもしれず、メドゥーサを倒した。奴らの企みを止められなかった。よくわかりませんよ。でも、わかりました。ペルセウスさんは優しいんですね。そんなことは、君たちの方がよほど優しいと思うよ。みんなよく耐えてくれている。だが、このまま激闘が続けば。頑張りましょうね。はい、しました。必ず耐えしのげよう。わしは皆を信じている。打ち取った。そして何よりお主の采配をな。私のごときにそのような期待を。わかりました。この諸葛孔丘にお任せを。まだ腕輪を使いこなせていないということ。どうにか倒せたようね。腕輪をつけた宗妃殿が相手だ。正直もうダメかと思ったけどな。だがこれで時間は稼げたはずだ。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。家康殿、大変です。本能寺正面を突破されました。だがまだ我らがいる。三河武士の粘り腰見せる時ぞ。そこを動くなよ。それが叶う相手じゃねえか。なのですね。一歩でもあなたに近づきたいものです。
者とまみえるは誉れ。ほい、仕方がない。さらば。おお、お見事にござる。邪魔なのは。守り抜いたか、大義。預かりし要所、敵に渡すことなどできませぬよ。せっかくの地獄、私も楽しませてもらうわ。おや、ここまで乗り込んでくるとは。私の美しさが敵を引きつけてしまったようですね。もしかしてこの人が。ああ、彼が指揮官らしいな。私たちを狙う目の付けどころは見事ですわ。ですが、我が君のためここで消えていただきます。華麗に大役を演じるはずが、こんな形で舞台を降りることになるとは。我が君、申し訳ありません。全軍参加して将を叩くんじゃ。人に任せきりで長引いては面倒だ。私が肩をつけよう。その調子、その調子。信長様が近づいています。おねね様、俺を行かせてください。どうぞ手分けすんじゃねえ。おねね様、俺も行きます。二人とも働き者のいい子だね。気をつけて行ってくるんだよ。信長様さえ倒せば敵はおとなしくなるじゃろう。みんな、狙うは信長様だ。ほう、猿が来た。信長が可愛がってやるぞ。あら、他にも懐かしい顔があるわね。からかってあげるわ。秀吉様のもとには行かせない。俺が止めてやる。信長、ガチで勝負だ。ベコの威圧感、顔をバグ。猿が止まった。信長が相手になろう。ダチョウ、会いたかった。今度こそ私のものに。こんな時に。アテナが出てくるとは面倒だな。私が相手をしよう。ナオトラ殿は別の敵を頼む。わかりました。私は前線で敵を止めます。みんな、暗技校が助太刀に参りましたぞ。かなり目立ったよな。孫権殿の命によりこの呂氏名も参戦する。アテナ、狙いはこの私だろう。ペルセウス、望み通りすぐに下してやる。出番。大変、みんなやられちゃってる。お前様、私も行ってくるよ。よし、ここはわしがどうにか守っちゃる。果たしましょう。ねね、あいつらを頼んだね。お見事にござる。元
よいよ。もっと援軍を送ってくれ。敵の増援を抑え込むのだ。諸葛丹殿の檄に将兵の士気も上がっておる。数で負けていようとも必ずや押し切れよ。オリンポスの神の戦、目に焼き付けるがいい。俺の腕見せてやる。我が知略に挑もうとは無謀だな。押して参る。邪魔なのに邪魔なのに耐えられる。覚悟することね。負けちまうとはな。よくやってくれた。到底叶わない。猿は檻の隅で震えている。魔王はここに。こうなったらやるしかねえ。信長様、身を借ります。どれだけ愚行を重ねるのだ。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。そうよ。悪い子にはたっぷりお給吸えちゃうよ。これで終わり。やっ、やっ、やっ、あっちゃった。私じゃ手に負えないよ。お前の治癒日々磨かれているな。信長殿に託された本能寺、守り抜けて本当によかった。皆の力、何より諸葛丹殿の才のおかげよ。いえ、私などにそのような、もったいないお言葉です。あの、皆さんもありがとうございます。孫権さんのおっしゃった通り、とても派手で素敵なご登場でした。派手？何より嬉しい言葉だな。改めて俺は菅義行、影は薄いが覚えててくれな。よし、使命だ。挨拶が遅くなってすまん。これからよろしく頼む。わしは幸福、どんな世界であろうと
殿のために戦い抜くまでや。神に歯向かう者がまた増えたか。神、私たちはどうすればいいんでしょう。腕輪を使わなければ勝つのは難しいですよね。でも使えば敵の戦力を増やしてしまう。ペルセウスよ、ウヌに問う。ゼウスは何故かようなことを始めた。正直わからない。ただゼウスは狂楽的で神ゆえの傲慢さを持ち合わせている。人間など神から見れば弱く愚かな存在。故にゼウスが導かねばならないし、ゼウスのために苦しんでも仕方がないと。そうやって人間たちがどれだけもてあそばれてきたか。この世界を作ったのもただの戯れかもしれない。気まぐれに滅ぼそうとしているのかもしれない。もしくはオロチとやらをどうにかしたいのか。いずれであっても、いずれでなくともおかしくない。読めぬ男であるか。私たちどうしたらいいんでしょう。やないでか、高幸福生涯最前線よ。俺が歓喜校だ、忘れないでくれな。両使命の治癒、刮目してみるがいい。成功したのね。真意の見えぬ敵か。信長殿と戦っていた頃を思い出すな。ウヌは信長に挑み、覚悟を示して問いかけた。こたびはいかがする。私の考えは同じだ。まずゼウスに真意を問わねば。この世界でどうすべきかも定められぬ。であるか。ゼウスに会う方法はただ一つ。腕輪の力を使い戦うことですよね。わかりました。怖いし恥ずかしいですけど頑張ります。ダーク、それが人の子の選択ならば見守ろう。我らがこれ以上干渉すれば戦界とオリュンポスの対戦となる。ゼウスの真意を尋ねるまでは避けねばな。承知した、どうかよろしく頼む。ならば他の腕輪も探した方がいいかもしれませんね。敵に渡さぬため、ゼウスの降臨をより早めるために。腕輪、ハム、思い出したのじゃ。父上、あの噂を覚えておるか。ああ、不思議な力を持ち民に崇められているという少女の話ですね。私もつい先ほど聞いたな。その娘が腕輪の持ち主である可能性は捨てきれん。決まりなのじゃ。みんなでその娘に会いに行こうぞ。申し上げます。民が我々の軍を頼って逃げてきました。妖魔に襲われたそうです。なんだと？民を狙うた卑怯な奴らだ。さらにまだ逃げ遅れた者がいるとのこと、いかがなさいますか？そんなもん今すぐ助けに行くに決まってんだろうが。少し落ち着いたらどうだい天衣殿。敵の様子も民の被害もつかめていない。
こんな状況で浮いたって。こうしている間にも民がやられちまってるんだ。のんきにしてる場合じゃねえだろうが。たとえ一人でも俺は行くぜ。やれやれ、熱いのは大いに結構だが、あの一途さがいつか災いにならなければいいんだが。